はい、じゃあよろしくお願いします、今回は高校数学数2の接線丸三をお送りします。で、接線ね、これで3つ目で、これラストです。次回からはね、関数の値の変化やるんですけど、で、最後は前回に告知したように共通接線やっていきます。で、たった1問なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっときついなと思う方は、今からね、これ解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、これ解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあね、早速解いていきたいとこなんですが、ちょっと始める前に一個ね、なんだ、お願いというか、言っておきたいことがあって、これ共通接線といって、まあ、2次関数が2個並んでるんで、項と項の両方に接する接線を求めに行きたいのね、共通接線っていう。ですごく有名で、まあ、定期テストとかには、本当この範囲入ってたら1問は出るだろうみたいな風に思ってるんですけど、こいつの解き方って2個あるんです。こっちが2個大きく分けて。1個は判別式です。で、もう1個はそれぞれの接線を求めるっていうタイプなんですけど、判別式の方が簡単なの。でも、今回はめんどくさい方で解説やっていきます。で、理由を言います、それの。なんでかっていうと、今までこう高校生は塾講師やってたのもあるので、高校生教えていく中で、判別式の方ってね、数学が得意な子ができるんだよ。で、解けるからそれで。だからそうであれば多分自分の説明はいらないんだよね。でも基本的にやっぱ数学が苦手な子も取ってほしい。定期テストの時とか途中式書かされるしこれほとんど。ってことは得点高いしさ。で、どうせ出てくるのは取ってほしいのね。で、数学が苦手な子の方がそれぞれちょっとめんどくさいんだよ。やること多いからめんどくさいんだけど、そっちの方が結構実際取れる子が多かったのね。なのでそこをちょっと意図して今回はめんどくさい方を取り上げていきます。ごめんね、判別式の方は解説しないんですけど、よろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。書く量めっちゃ多いけどね、ちょっとお付き合いください。で、まあ途中式を書くイメージでいくので、まずちょっとそれぞれ分けたいから、これちょっと区別するためにまずこいつね、左側を y1、 まあ書き方自由ですけどね、こっち側右側をちょっと Y2 って置いてやっていきます。なんか書きやすいので、俺が。あ、で、始める前に一応共通接線、どんなのか言ってみようか。これ、両方ね、二次関数なので、これはちょっとフリーハンドになっちゃいますけど、まあ、こうなってるのと、まあ、こうなったのもしあるとします。で、この場合ちょっと書けなかったけど、例えば、これとかも共通接線だよね。で、多分こっちもできるんだけど、本当はちょっとね、伸ばせないであれなんだけど、そう言ってそれとそれ両方に接する接線を、まあ、共通接線って呼んだりするんですが、今それ求めに行きます。で、最初にも言ったように、こいつとこいつそれぞれ分けてやっていきます。まずだから今度最初左側この Y1 だけやっていくからね。で、まず Y1 の方微分して Y'1 やるとまあ 2x になるよね。で、こいつにおける接点を文字を使って置きます。だから、y1 の、まあ書き方は何でもいいんですけど、接点を、今回は文字2個です。こいつとこいつ分けなきゃいけないので、まあ st でいこうかな。s、x 座標ね。s って置いたら、y 座標はこいつ、まあこっちでもいいけど、x 座標に s を入れたら y1 イコール s の2乗プラス1になるので、こうなります。いいかな。これも遠くってあった方がいいよね。上置くか。こう置くと。つまり、まあこっちが y1 なので、ここ今置いてる感じ。 s の s2 乗プラス1ってで置くと、接線どうなる、これ公式ね、接線やっていくと y から y 座標を引きます。2乗プラス1イコール微分したものに x 座標入れたのが傾きだから、傾き 2s です。で、カッコ x から x 座標を引くと。で、これ y イコールちょっと整理をしたいので、 y イコール配ります、 2sx で配ってマイナス 2s2 乗なんですけど、これも持ってくるので、プラス、ちょっとあのね、あえてプラスちょっと囲っていい、プラスマイナス s2 乗かで持ってきてプラス1か、こうなります。これが
左側、こっちだけ考えた時の接線になる。いいね。で、ちょっと色を変えようかとも思ったんですが、一応同じ回答なので赤のままいきますね。で、同じように今度 Y2 でいきます。こっち。で、ちょっと隙間開けようか。で、Y2 ダッシュ、微分するよ。そうすると、マイナス 4X、プラス4です。で、Y2 の接点、今度は T で置きます。で、間違っても同じ S で置いちゃダメです。なぜなら、どう見ても X 軸違うからね。いい、同じ文字じゃ置けないからね。だから T。で、今度はこいつに関して考えているので T を入れます。そうすると、Y2 イコール、まあ Y か。Y イコールマイナス 2T2 乗、プラス 4T マイナス3。それが Y 座標になるので、4t マイナス3。ちょっと、右側使いたいんでね、と置くと。そうすると、同じように、接線ね、求めると、y から y 座標、こいつね、引くよと。で、これに x 座標の t を入れたのが傾きなので、傾きがめんどくさいね。マイナス 4t プラス4。x マイナス t です。公式ね。で、さっきと同じようにまとめます。y イコール、入ってるね。まずこれ配って、そのまま書こうか。マイナス 4t プラス 4x。で、i 乗とプラスで囲います、俺は。プラス、配ると 4t2 乗、マイナス 4t か。で、こいつも持ってくるから、待て、4t2 乗でしょ。だから、2t2 乗で、待てよ、マイナス 4t 消えるか。つまり、マイナス3か。こうなるね。はい、ここまで間違ってないことを願っておりますけど。で、こっからどうするか。今、それぞれの接線を求めただけです。普通に文字を置いてね。で、今、別々でやってきましたけど、接線です、これ。これ、接線です。でも、共通だから、結局同じものでしょ、これ。なので、傾きはもちろん同じだし、で、なんでプラスカッコにしたかっていうと、プラスカッコの部分ももちろん同じになります。絶対に。だから、この後。傾きが同じだから、2S イコール、マイナス 4t プラス4。だね。で、こっち。マイナス S の2乗プラス1。ここか。イコール、こいつだから、2t2 乗マイナス3と。で、最後、この連立方程式を解けば終わりになります。で、どう解くかな。上が、これ2で割るとさ、S イコールマイナス 2t プラス2になるから、それ代入すると楽かね。よし、幅的にまだいけるからちょっと頑張るか。入れて、2乗してマイナス配るから、あんたらごめんね。2乗してマイナス配るので、マイナス 4t2 乗、8か。プラスに変わるから、プラス 8t プラス4だからマイナス4。で、次、プラス1です。持ってきますもん、全部。マイナス 2t2 乗プラス3。忘れずにイコール0です。一回まとめるか。マイナス 6t2 乗、ここだよね。これ不安だな。プラス 8t、消えるか。イコール0です。で、これ解くと、まあ、ちょっと変えちゃうかね、これね。ここプラスにして、ここマイナスにしちゃいますね。t でくくるか。t、マイナス 6t、イコール0。つまり、これ下までいける？いける。t イコール0と6分の8だから、3分の4になります。2つね。だから、それぞれ答えを書きましょう。下入るはず。t イコール、0の時、今回は、共通接線だけなので y イコール t に0を入れます。だからここだね。これわざわざ s 出さなくていいからね。もう同じものなのでここ行きましょう。0入れると、0入れて 4x か。 4x0 入れるから消えてマイナス3が残る。こうですね。これが1個で、もう1個、待って、入った。あ、入ってる。ちょっともうちょっとしたらいけた。 t イコール3分の4の時、めんどくさい気がするですよね。3分の4、待って、3分の、マイナス3分の16、3分の12だから
マイナス3分の4か。マイナス3分の 4x、 くそっ9分の32か。じゃあメモっていい？ダメだ。9分の32やろ。で、マイナス3だからマイナス9分の27なんで、9分の5だ。プラス、9分の5入ってるはず。OK。っていう感じになります。だからこの2本の答えだね。で、前回黒で囲ったんですが、ここはちょっとわかりやすいから大丈夫かな。以上書こうか。この部分が答えだよっていうね。いいかな。こんな感じでぜひ解いてみてください。で、最初にも言いましたが、判別式の方法があります。で、おそらく問題集とか、まあ、学校とかでやるのもそっちかもしれないです。ですけど、任せます。きっと学校ではやってくれるから、どっちも。で、共通接生の方が分かりやすい。ごめん、間違った。判別式の方が分かりやすいって方はそっちで OK です。わざわざこっちに持ってくる必要はないから。けれど、個人的には特に数学が苦手な子、苦手意識が強い子なんかは、接線をそれぞれ求めると。めんどくさいけど。文字を置いて求める。で、それが同じですよねの方が。やり方がシンプルなので、取りやすいかなと思うんで、今回はこっちで紹介させていただきました。では、今回は高校数学数2の接線丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にもね、言ったように接線これで終了です。で、次回、関数の値の変化ですね、グラフというか、評価を書いていくのをやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。